ちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。今日は、いい天気だね。いい天気だね。そしてね、ガチャピン気づいてるかな。こうね、花びらが、あのね、桜の花びらがね、風にこうやってね、こう舞ってるっていう感じで、ね、時々ひら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 っとこうね、落ちてくるんだよね。綺麗ですね。今日はね、風もそんなに強くなくて、あんまり寒くもないですね。さあ、空の様子をご覧いただきましょう。今日はですね、江ノ島なんですけれども、雲一つない青空。気持ちがいいね。本当そうね。15度から16度ぐらい今日は気温があり、今ありまして、本当にね、寒くないという感じなんですけれども。さあ、ガチャピン。明日の天気のポイントをお願いします。こちらです。ね、明日は晴れるということなんですね。どうしてなのか、ちょっとこちらご覧いただきましょう。これはですね、雲なんですけれども、現在のね、今日午後2時の雲なんですが、この辺にね、まあ、雲がありますけれども、この雲というのは日本の方には来ないで、どちらかというと南の海上へと進んでいきます。で、ここがね、大きな晴れのエリアなんですね。まあ、日本列島も含めて晴れてますけれども、この大きな晴れのエリアが明日、明後日とですね、日本列島の方に近づいてくるという予想なんですね。で、こちらご覧いただきましょう。この先どうなるかと言いますと、このようにね、明日正午ですけれども晴れる予想。ちょっとところどころちょっと雲が広がるところもありますけれども、おおむね全国的に晴れるという予想なんですね。で、この先じゃあ1週間どうなのかと言いますと、こうなります。まあ、札幌、特に日本海側なんですけど、日本海側ちょっと雲が多くて雨や雪の降るところがありそう、太平洋側はおおむね晴れの1週間という感じなんですね。嬉しいな。ところがですね、晴れなど嬉しいよね。使えるポイントちょっとご覧いただきましょう。洗濯は明日がおすすめ。 なんでこんなに晴れる日が続くのに明日が洗濯のおすすめかというとですね、PM2.5 なんです。ちょっと ね、PM2.5 の予想をご覧ください。そっか。このね、赤とかあの黄色のエリア、これがですね、だんだん日本列島の方に近づいてくるんですね。明日はまだ大丈夫なんですけれども、明後日日本列島の上空に近づいてくるということで、洗濯は明日のうちにやっといた方がいいと思います。本当だ、一部は極めて多いという ね、ちょっとそう一部多くなりますのでね、あの洗濯が汚れないように明日がおすすめです。では明日の天気ご覧ください。北陸と北海道は天気が回復しそうです。日中は全国的に晴れるところが多くなるでしょう。沖縄はちょっとすっきりしない空模様となりそうです。明日朝の気温です。北海道と東北は平年より高め、関東から九州にかけては平年並みか平年よりやや低くなりそうですね。内陸部では冷え込みがありそうです。日中は全国的に平年並みの予想です。関東から九州では風も弱く、日差しが暖かく感じられそうです。以上、天気でした。バイバイ。